はい、皆さんこんにちは。ラッドミュージックスクール学長瀬戸です。今日はですね、夜中に自宅アパートでも、できる超早弾きの練習法っていうのをね、ちょっと語っていきます。まず簡単に早弾きってこの3つの要素が必要っていうのを説明します。1、指が早く動くこと。2、タンギング。3、ブレス。この3つをうまくコーディネートしないと、もちろん早弾きができないのは皆さんご存知だと思います。で、うんちくの前に早速ね、ミスター PC を、テンポ300でですね、アドリブをやってみますので、ちょっと聞いてみてください。僕の一番小さな音で弾きますので、ちょっと聞こえづらいかもしれません。で、アドリブソロなので、後で自分でトランスクライブして、譜面を概要欄のとこに貼っときますので、欲しい方はね、ダウンロードしてみてください。じゃあ、いきまーす。でね、今もう自分の持ち得る一番小さい音で練習したんですけれども、これだったらね、夜中アパートで小さい音で練習してもね、可能なんですよ。僕もね、今こうマンションでやってますけれども、まあ、今日昼間ですけども、夜中やっても全然誰からも何も言われませんと。で、万が一隣の人にうるさいよって言われたら、それはまだまだ音量が大きいってことで、もっと小さくできる。そしてもっと小さくすればするほど脱力できるっていうのがあるんですね。で、なんで小さい音だと力が抜けるかなんですけれども、やってみると分かりますよ。小さい音でやるとね、指がね、全く力入んないんですよ。不思議なもんでね、多分これ運動生理学上そうなってると思うんですけれども、ぜひね、試してみてください。で、一番初めに出てきた3つの要素ですね、指の速さ、タンギング、ブレス、この中で何が一番重要かというと、やっぱり指の速さなんですよ。指が早く動かなければ、他の2つがね、うまくできても絶対に早弾きはできないですね。なので、指をまず早くするっていう一番単純なことを練習するのがね、もう成功に直結するわけですね。で、よく言われるアドバイス、よく聞くアドバイスが、早弾きするときはですね、脱力しないと絶対に早弾きできないよってよく聞くと思うんですけども、それはね、事実です。事実なんですけれども、正直言って無意味なアドバイスだっていうのは分かってるんですよ。運動生理学上ね、例えばステージ上で爆音で自分がバーって弾いてる時にですね、自分の音があんまり聞こえない時とか、もう指の力と体の力が脱力するわけがないんですね。僕もそうです。僕もでっかいステージとかで演奏すると、自分の音がちょっと今日ちょっと聞こえづらいなっていう時はですね、やっぱ体に力入りますし、気づいたら指にもね、力入ってるんですよ。なので、運動生理学上もそれは仕方ないことだっていうのをまず認識することが一つ。そしてこの小さな音だと指がね、早く動くんですよ。なので、まずそれで自分の指が早く動くんだなっていうことを確認した上で、普通の音量の練習に切り替えるわけですね。爆音で弾いた時でも、多少力が入っている状態でも早弾きができるように訓練をするっていうのが一番有効的な練習法なんですよね。で、小さい音のコントロールなんですけれども、どのぐらい小さかったらいいかっていう話なんですよね。これね、普通の音が例えばぐらいだとするとですね、小さい音って息のシュワシュワっていうの方が聞こえる感じが本当ミニマムです。リードがギリギリになるところで、これすごいコントロールの勉強にもなるので、小さい音ってそのゴーストノート、将来ゴーストノートとかを弾くときにですね、非常に効果的なので、その訓練にもなります。なので、ものすごい小さい音でやってください。聞こえないぐらい、隣の部屋にいる人に聞こえない程度、こんぐらいでいいです。ほとんど聞こえない感じで、1点重要な点は、この小さい音で練習した後にですね、
必ずスタジオとかに行って大きな音で練習してみてください。するとですね、指がね、動かないっていうのがね、認識できるんですよ。大きい音でやると小さい音より動かない、絶対動かなくなるんですけれども、でその、小さい音と大きい音の指の動きのギャップをこう埋めていくというのが、一番重要な練習ですね。実際ステージ上とかで演奏するときはもちろん自分の持ち得る最大の音で演奏するわけなので、それが重要です。はい、ということでね、今日はね、小さな音でアパートで近所迷惑のリスクをしようかしょうがないかは別として、小さな音で早弾きの練習をしてみましょうという動画でした。それではまたね、次回の動画で会いましょう。バイバーイ。